東京椎名町に、私のお父さんの世代なら知っている方も多いと思うんですけど、今からあるところに行ってきます。じゃあレッツゴー。今日は、松葉、中華料理松葉に来ました。私は知らないんですけど、お父さん世代の方なら知っている、忍者ハットリくんとか、お化けの九太郎とかを作った作者の方がよく来てたラーメン屋さんみたいです。さっきは風で聞こえにくかったと思うので、もう一度ここは、藤子不二雄さんとか、手塚治虫さんとかがよく来てたラーメン屋さんの、松葉に今来てます。いただきます。めっちゃ美味しい。完食。めっちゃ美味しかった。小池さん知らんけど、小池さんの気持ちめっちゃわかる。浅草に来ました。中に入っていきたいと思います。今浅草に来てます。で、私が浅草に来て絶対食べるたい焼きがあって、栗コアっていうのたい焼きがあるんですけど、これはめちゃくちゃ美味しい。横からのこの分厚さといい、この、分かるかな関西のたい焼きは、カリカリ派、カリカリでなんかしてるんですけど、東京の浅草のたい焼きはふわふわでは食べます。もうこれを食べに浅草来たようなもんやから、